では一応正解。わかったわ。じゃあ正解ね。このピザトーストをトースターで焼くんだけど、正解は横にするでした。じゃあ早速焼いてみるわ。こぼさないようにゆっくりと。ちょっと待っててね。横にしてもちゃんと機能しているトースター。そしてほら見て、美味しそうなピザトーストができたでしょ。私はちょっと焦げた方が好きだからちょうどよかったわ。なんつって着地には失敗したものの、パンはしっかりと焼き上がった。これなら毎朝スリリングな朝食を楽しめること間違いなし。他にも意外な使い方が。砂糖とバターでシュガートースト。卵を落とせばエッグトーストだって。あっという間にできちゃうのよ。すごくない？よかったらこの楽しいライフハックみんなもやってみて。あ、そうそう、気をつけてほしいのはこのトースターはあくまで縦に使うのがベターよ。横にするときはたまったパンくずで火事にならないように、まめに掃除はお願いね。ということでまたね。